アマゾンで購入しましたコーヒーロースター、カフェプロを用いて、木豆を焙煎しております。焙煎の条件は酸味、酸味の、調整、それとあと入り加減は浅入りで現在焙煎をスタートしております。この上のトレイの方から、木豆を入れまして、そしてこの機械が作動しまして、裏側横側のですね、こちらのケースの方に焙煎された豆が出てくるということになります。その際に、茶粉といってコーヒー豆の皮の部分から剥げたものですね、そういったものがたくさん出てきますので、それを引っ掛けるもの、あるいはその後豆をうまく選別しながら茶粉を取り除いて、実際に焙煎用のコーヒー豆として利用するということになります。また後ほど焙煎された豆をご紹介いたします。